高尾が追い求めた進化。今パチンコ業界は多様にニーズが移り変わる戦国時代の様相を呈しています。目まぐるしく変化するホール様、そしてプレイヤーのニーズ、そんな激動の時代の中、高尾は想像力を持ってホール様、プレイヤーのニーズに応え、安定した実績を残してきました。 CR スパイダーマンシリーズ、 CR ブルースリーシリーズ、 CR 断球目視録開示シリーズ、脈々と受け継がれる実績と想像力を結集した高尾が追い求めた進化、今まさにベールを脱ぐ CR 一騎当選サバイバルソルジャー疾風チャージ。体感せよ天下無敵の爽快感。10ラウンドで15ラウンド分を一気にチャージ。連鎖途中は図柄マックスエンド、次回の大当たりまで疾風チャージ。最高峰の確変継続率を実現。ランクモードアタック、潜伏か通常か、最強の差をかけた闘志10人のチャンスゾーン、これが爆乳サバイバルスペックだ。指導コミックでの長期連載や3シリーズにわたるアニメ化など絶大な人気を誇る超大作。目が離せない圧倒的スピード感。麗しき闘士たちによるもう一つの三国志。 CR 一騎当選サバイバルソルジャー。爆乳サバイバルスペックの名にふさわしい豪華絢爛なデザイン。中でも圧倒的存在感を放つ蒼龍と龍玉。南洋学院、生徒学園、巨匠学院、天下を分けた三つどもえの戦いがここから始まる。通常変動中、中図柄に黄昏が停止すると10個のステージから構成されるチャンスゾーン黄昏モードへ。どのステージへ移行するかによって内部各編の期待度が変化。ランクの高いステージほど期待度アップ。目指すは最強早々ステージだ。早々猛徳だ。 CR 一騎当選サバイバルソルジャーにはなんと5つもの大当たりバリエーションがある。ボーナスは上下に存在する2つのアタッカーでスピーディーな消化を実現。7図柄で大当たりするとスーパービッグボーナス。超大当たり、上のアタッカーを狙って。一騎当選アタッカーを狙う確変大当たりだ。7図柄以外での大当たりはビッグボーナス。下のアタッカーを狙って。サバイバルアタッカーを狙う大当たりだ。ビッグボーナス中に展開される昇格演出はなんと5種類も存在。成功すれば各編の覇王バトルモードへ突入だ。中図柄に突然一騎当選が停止すると一騎当選ボーナス。一騎当選ボーナスはランクアップ式ボーナスを採用しており、マガタマを破壊し続ける限りボーナスは終わらない。また一騎当選ボーナス中に曹操がカットインすればアタッカーがフルオープンするブレードアップ式ボーナスに昇格する。そして黄昏モード行こうと思いきや突然大当たりとなるジャンプアップ式ボーナス。いつ何時でも大当たりのチャンスがプレイヤーを待ち受ける。まさに奇襲ファイブボーナス。各編中の覇王バトルモードはとにかく速い。通常時と比べて変動秒数が大幅に短縮され、次回大当たりまで最速でたどり着く。遊玉発動モードは高確率の可能性が残されているチャンスモード。キャラクターによって潜伏期待度は変化する。
覇王バトルモードと竜玉発動モード中のリーチでは選択される投手によって信頼度が変化。あれ？たとえ魔王曹操に敗北してもラウンド中に発生するリベンジバトルシステムがある。一度負けても諦めるな。投手たちの激闘を描いたリーチアクションの数々、ド迫力のバトル系リーチ。そして本期オリジナルの激アツストーリーリーチも存在。この超量の相手にとって不足はない。引導を渡してやるよ。感染が続けば熱い。さらに本気のためだけに収録したウェブラジオ一気当選ファンを熱狂させた人気コーナーがホールに登場する。約38回に1回訪れる衝撃予告は必見。畳みかける演出がリーチを誘う。他にも多種多彩な予告がプレイヤーを熱くする。現代が融合した麗しき投手たちのハイパーバトル一気当選。アニメ版にオリジナルカットを多数追加し、サバイバルソルジャーとしてホールに舞い降りる。未体験のスピード感を実現した爆乳サバイバルスペック。体感せよ天下無敵の一気爽快感。CR一気当選サバイバルソルジャー。タカオ、覚醒の時来たれり。